そして最後いきましょう、樋口監督きたー。一瞬にかける夏が今始まろうとしています。さあ甲子園のキックをかけた。あー、1回戦これしないよ。なんで1回戦で B なんだよ。いやー、星川が答えてくれてる。いや、そしてヨルミが頑張ってる。ヨルミがすごいよ。いや、ミトさんナイスマン。うん、島村第5球ロースタート、スクイズナイススクイズ、スクイズナイス。オッケー、第2球投げた、打ったこれはいい当たりだ、入れば同点だ、伸びた、ああまだ岸和田なんだよな相手が。スリーアウトチェンジ、ピンチヒッターはエナツ。魔物の持ちで打者性能も高い。2番と、やっぱバントうめえな。ナイスナイスナイス、バネさん3塁まで行こう。バネがやっぱバントなんだよな。オッケーオッケーオッケー。この人は覚醒するってことはなかった。ナイス、よし、まず1点。オッケー。相手西口やん。ゲッツある、ゲッツある、ゲッツある、西口やん。マサル君、よし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 、いや一点差、怖すぎる。マジで取れる、マジで取れる。うわー、うわでかかった。いや、ホームランでさよならだからね今の場面。そうよ、うん、しんどい試合してる。ナイス、一回戦と思えねえマジで。おお、マサル君ナイス。マサル君ホームラン。え、なんかレイム上手くね。いいね、スロー、ナイス、うん、いい。おー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 、打球は強すぎて、V2 派で間違いなく強くなってんのよ。出た出た出た、もう本当に試合展開が悪いだけで。うまい、もっと勝って一番。いや本当にまるで魔物。ミント走んのか、お前大丈夫か大丈夫か大丈夫か。今走らそんなに速い。あーセーフ。怪しい、タッチが遅れたのかな。なんか今のはちょっとずいぶん問題あった気がしますけどね。いやいや、タッチが遅れたんでしょう。あ、ここ文句なくコールドに行くのいいですね。はい、勝つことが大事。まあ大阪やからね。抑えてるよ。おお、マジ、よしかじゃん。アズモンか、もうやっぱアズチモンって天才なんだよね。夜目がめっちゃ抑えている。投げました。オッケー、ナイス。注文通り。あ、キヨガのどこか。よし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 、おお、こってきた。天王寺南。でここもキル一択。こういう場面で第二球投げました。マシンでナイス。ピッチャーの石抜けた。珍しくオッケー、やったぜマジナイス。よーやったぜ、褒めてます。バントしたくなかった理由が分かった。失敗したもんな。打たれるかも。いや褒めてなかった。おーマジか、これから7球目打ちました。あっと引っ掛けた、お手袋のあたりはショートゴロ。オッケー、うん、飛躍を見せましたが、ここはよしよし。いやここもめっちゃ強いからね。 B に勝てたぞ、うん、みんな 7-0 だから。正直予選で B とね2回も当たりたくないですよ。うーん、え、ロー走った今。うぅ、ヨルミ、おー、ギリギリ何やってんだ今の。あと高めボールで回ったライト超える。うわ、どんのかよそれマジ。うーん、打球を、え、ロー、でもおーおー、ギリギリ。これタッチアップすごいな。このスクイズはしゃあない。相手がスクイズしてくるのか。さあ、5球は5球目。投げました。低め。あ、ミトさん言うとる。ナイス、いいとこやね。それ。色を抜けたね。はい、4球を投げた。うぅぅぅ、弾道エグ。すごい。やば。よし、これで生還だな。すごいわ。ナイス、いや、いい。この2枚強いな、やっぱ。
いや強いよこの2チームピッチャー、うん、マジで強いよ。はいはいはい、トップレベルだと思うけどな。いやそうね、2枚としてはやっぱトップですね、うん、ここが夜見エナーで本番はマジで心配ないと思う。ピッチャー切れる、うん、ええー、それ取れんの西尾。おお、うん、やっぱそれって気持ちいい、うん、伸びええですから。ナイス、いい、待たずに盗塁でいくか。まずは一塁牽制。ああ、珍しい。はい、牽制し。いや、どんま、ああ、ごめん。いや、普通に打たせたら一点入ったの。いや、しゃあない、しゃあない。まあ、珍しい選択。盗塁ですよ。普通は盗塁ですよ。三塁走れ、三塁走れ、これ。夜見帰ってこれるか、夜見帰ってこれんじゃん。ナイス。オッケー。うん、ナイスマジで、はい、うまい。試合、あ、いやーそれはやばすぎ。ナイス、うまい。取れるよ、タコタコ取れる取れる、ナイス、オッケー。ほんと息詰まるような試合が、ほんとしんどい試合。おい、カドマー決勝出た、出た、因縁の今年も本当に因縁の相手、今年こんなんばっかだな。三浦といい、三浦途中からザコンだったけど、うん、アドマ、いやー三笘じナイス宿敵、いや打てんだけどな、続かんな打線が。ここにね負けてさえいなかったらね、本当にっていう展開が多かったからね、多すぎたからな、うん、クイズ。第2球、3塁ランナースタート。うまい。いいよ。投げた。打ちました。1、2塁間へのオーケー。抑えたのでけー。7裏。ホットスリーバットだ。2番の。うん。サワン人でかれる。おお、まで出た。うまい。いや、やっぱモモって天才なんだよね。うますぎー、これは天才。いやー、バント構成だ、どうだ、間に合う、うわー、やい、ナイスー、いやーすごい、監督のね、うん、バントで点を取りたいっていう采配通りですよ、うん、一点を大事にする野球よ、うん、ナイス、念願の悲願の甲子園、いいじゃん、うん、ゲーソーレ、ヒー、栄冠が悪さしてくるよ。お、やったぜ、ナードにれ、やったよ、やったぜ。打つとやっぱり疑問がつくんだよ先に。ビックリマークでやってくれ、いやこれはナイキャッチ、ナイキャッチ、ナイキャッチを褒めて、ナイキャッチ、体で止めたから。や、厳しい試合よ、うん、いやいやマジか、盗塁だな、間に合ってる、間に合うとね、そうね、次のあの、うん、ね、赤いでね、魔物を使うためにね、はい、ノーアウトからの満塁を、ノーアウトからの魔物で勝負したいですよ、それまずい、おっぶねー、マジでいいバント、バント下手すぎ、さあ次の投球、バントしてきた、そして今拾い、おお、おお、間に合った、おい、まあ、あっちも持って天才なんだ、天才。ここでその打撃は天才、天才。マジ、なんか一気に守備がザルになってる、
投球はこれから3球目。打ちました、いい当たり。抜けた。おお、普通にヒット、ナイス。普通に取られた。ナイス。いや、よくあの展開からここで持ち直したな。すごいな。ナイスよ。投球これから2球目。打った。いやー。いや、こういう試合なんか残ってない。あっていいんだよ。いや、もう今までありすぎたからね。そうよ。下目にプリーズ。エロンさん側にありすぎたから。そう。おお、今と取ったん。あ、そう。すごいやん。なんで、まあ、ついてはいるけど他には他は良くなってるけどなんでなんでエルさんが何やったのさねえ頑張ってたよエルさん頑張ってたじゃん出るかあーどんまいえやったぜ、ね、やっぱし褒めてあげてよナイスびっくりで終わるんですよねうまいいやー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 イエイはい、思ったより暴走してくれたナイスうんあ間に合うよ間に合うよあーどっちか珍しいオーバーランにすげえ珍しいプレー多いなこれロー帰ってくれるぞお前帰ってこい、ミトミト間に合うかミト間に合うかキャッチャー間に合うか怪しいのはすげーミト積極走塁ですねいや頼むチャンスこれで上がってくれんかなやったぜさっき下がったやつね、ま、間に合うか間に合うかそれ間に合うのかあれちょっと怪しいっすよタッチがタッチが遅れたからナイスオッケー怪しいっすよタッチが遅れたのよチャンスも上がらずかいくぐったのよタッチを一郎みたいにずっと手だけ滑り込ませてねあー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 あいいよもう一回いける第3球はランナースタートあ、やべ、ね、こっちになってるうんおっと、バイクが効いているわってないけどオッケー、ナイス押し顔打ついいねいいよここ魔物使いますかそうねいいねうんおえあ、いいね、打たせんのいいね間に合う、間に合う、ナイス、オッケーはい。ヨルミの足だとね、バントはちょっと怪しいからね。そうね。珍しい。なに、なに、なに。なんか起きすぎてるな。ナイスイット。えぐ。マジか。うわー。あれ。そんなに。うわー。マジか。点入りすぎておかしくなっちゃった。どうしちゃって。ナイス転がし。おお。点やわんや。右バッターになってる。うますぎそれ。ナイス。いいよ。すごい。こういうのでいいんだよマジで。栄冠はこうなってほしいんだよ。こういう試合が少なすぎたマジで。マジで。こういうのなんだよ。寒いか。打ちました。これはピッチャー正面。な。なぜ。何も喋ってないこの人怖っ今一番って晴れるから角田やナイスタコ、うん、いいよもうエラーしなくなったからねタコはナイスなんかちょっと怖いっすよねえぇ、ー、頭傷ですからうわタイミングそれマジあいいだろいいだろママいやーやだねでも
手に送られて守りに散っていきました。一個下がったんか。いやー。自動失点が。ナイス。いいよ。初球ファールから投げた。打った。二塁ランナー。お、ナイス。いいよ。もう帰ってくる。帰ってくるそれ。あら、ナイス。早っ。ナイス。マサル君。投げました。打ちました。いや、ナイスガチ。はい。打ってるよ、V西。いいね、足速くね。全然足もなんかめっちゃ速かったぞ今。走塁うまいね。無理やったら。きゃ。持ってくる。きたー。どうしよう、2枚とも魔物っていうのがいい。いいね。はい。はい。うん。セーフ。投球はこれから6球目。インコースのナイス。は普通にヒットやんそれ。うますぎ。うまい。ナイス。第9投げました。初球を打った。はい、打っていく。はい。いいぞ。いいね、いいね、いいね。第9投げた。低めのボール引っ掛けた。内野ゴロ。おたるく。内野ワンよ。いいぞ。うますぎ。みんな野球マジで流れ来てるよ。準決勝、準決勝。万来の拍手に送られる。ゲ、いや、先制される展開多いな。夜見そんなに悪くない。安土桃もやっぱ天才なんだよ。安土桃も大活躍や。うわ、それ抜けんのか。うわ、いやちょっと夜見きついかこれ。いや、ここの、はあ、いいね。早めの系統、早めの系統できるのも V 西の強さですよね、これは、ね、うん。いやー、当たりはちょっとやるんだが、じゃないから。うまい。おおおお、すごいすごい、よく取った今。キュウラ、キュウラ持ってくる。エナは足が速い。うん。うわ。ナイス。ふう。うわ。ナイス。マジで。今走ったったね。うん。職人すぎ。丸すぎ。ごめん。オッケー。次は4球目、投げた。うまい。あ、でもどう、うわー、うわー、うわー、でも同点。いやー、まあ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 、しっかりまでいってるやん。あ、危ない、怖い。第3球を投げました。おー、うえーな、マジで強い。エナはスタミナがあるからね、こういう場面でしっかり投げれるってのが強いですね。ロングリリーフも出てきてるね。いや、激戦すぎる。おエナ抑えた。ロー、いや、大事な、大事な選手だ。もうここで決めよう。第2球投げました。あと2ね、1点取りに行く。得点圏まで進めて、あ、ミッドセーフ。普通にてか、ちょい待ち、えらすぎ。そうで、ここで送って、はい、大丈夫。うん、これよ。オッケー、ナイス。おお、グラブトス早く。ナイス。ふぅー、ヒーローだー。激戦だぞー。まんぬよさか。最後のやつね。いやー、みんなアンダカーはちょっとわからないけど。さあ、決勝です。イエーイ。決勝だ。ラスボス最後にふさわしいね。よ、まるで点入らず。いや、抑えてるよ、抑えてる。ヨルミが抑えてる。ヨルミ抑えてる。ヨルミ抑え、めっちゃ抑えてる。いや、抑えてんの偉すぎ。いや、なんもこん。グズゲーグズゲーグズ。もう7回裏だよ、みんな。第2球バットしてきた。なんと、いやーね、はい、アウトかな。セカンド見てからでも間に合うの早いな。うん、すごいね。
前だよ、ミト。ここで点を入れようか。ここで持ってくるのやっぱり熱いな。2番と。うん。うわー。いやー。うわ、それだ。最高最高。いや、いいね。あ、そうそう。これで。うまい。間に合うよ、間に合うよ。うまい。第9投げた。打ちました。ボールまで飛んで。うわー。いやー。いや、大きい。これは奇跡かもしれん。原因が。初球ストライクから。あっと引っ掛けた。ターゲット2になるか。そうだ。うまい、うまい、あ、セーフ。あれ、まだ終わってない。ちょっとアウトっぽかったよね。そうだね。そうだね。いやー、すーごい。おめでとう。大阪から優勝はマジですごい。すごいよ。最高難易度だから。三人縛りでめちゃくちゃ難しい。すごい。よく耐えた。全員で野球したよ、本当に。本当そう。ありがとう。本戦で戦えるぐらいの強さにはなったんじゃないかな。うん。いや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 。私一番星が低かったチームだったから、10チームの中でちょっとね。あ、今年はダメちゃうみたいな感じだったけど、それでもなんとかここまでやってこれました。皆さん応援ありがとうございました。すげえ。というわけで、はい、ここまでずっと苦しんでて悩み悩んでた関西が最後優勝でございます。すげえよマジで。負の1回戦から B を引いてここまで来れるんだね。1年目公式戦未勝利。よくここまで、よくここまで来た。うん、もちろん覚醒があったりだとかあるんですけども、覚醒がやっぱ投手に来たのでかかったですね。いやでか、もう2人に来て、うん、マジででかかった、うん、でその2枚を中心に仕上げていって、でその2枚をね支えるようにやっぱ水戸さんがすぐにやっぱピンチを救うように、う、うん、で正直我々からすると甲子園出てほしいだったんですね。主催人からしたら、ね、いやもちろんね、うん、もうめちゃめちゃ勝ってほしいっていう感じだけど、うん、そんなに甘い話じゃないから、ないからもちろん、とにかくやっぱ甲子園までなんとか出させてほしいっていう思いで見て、で甲子園出て優勝っすよ。優勝しちゃうんだよ。やばいよ、やべえよ、やっぱデロンさんやっぱすげえよ。いやあのね、うん、間違いなく監督の手腕です、うん、これはもう運なんで全く関係ないですね、うん、監督の手腕、うん、全部、ね、デロンさんがずっとね、まあ、この二三次甲子園出てくれて、で、うん、初めての夏優勝だ、ね、だから甲子園優勝ですね、はい、うんうん、素晴らしい、おめでとうございます。もういっぱい考えた結果です、これは。そうです、もうほんとこんなに考えるんだな、バント構成からね。そうそう、全部考えてた通りだから、言ってた通りよ。 すげえ悩んですげえ考えてたのよマジで、うん、もう本当前回のあの見てほしい振り返りで、うん、ずっとやってたから、もうデノさんの配信でもいいし、うん、めちゃめちゃ考えて考えた通りの野球をして、はい、掴み取った勝利ですこれは。で配信外でもずっとこの二三次甲子園のこと考えてくれてて、で、うん、まあ、スタジオとかでお会いすることもあるんですけど、頑張りますってずっと思う。でどうすれば勝てるかっていうのをずっと悩んでて、うん、いや全然投手いいんで、そこ中心で頑張れば全然まだありますよっていうのを言ってたんですけど、勝つんすから、ね、本当にすごいわ。いやすごいっす。